天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。ちょっと昨日ね、駆け足で、ご相談にお答えしてる途中に終わっちゃったんですけど、ますみちゃんはさ、看護学校入った時に、うん、最初どうやって友達作ったん？最初知り合いゼロやな。看護学校そうやな。高校一緒の子とかおらずに。行けなかった。で、アウェーに放り込まれて、もうでも結局定番の出席番号近い子と、喋って仲良くなった席近いだな。その子は最後まで仲良かったんですか？うん、最後まで仲良かった。めずいパターンやな。確かにそうやな、うん、なんか最初の方に喋ってる子ってさ、うん、最後までってことはまああんまないやんっていうのもあるし、私ら看護学校って一クラス40名うん40名しか入学せえへんのよ。うん。だから クラスだけなんか。もう3年間。他のクラスってのがないのか。そうやねん。ああ、なるほど。うん。3年間40名やか。まあまあ、割とみんな仲いいっちゃ仲いいねんけど。はい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 、はい。でも、そうやな。一番最初に喋った、私が C やから、下村さんっていうこと。はいはいはい。清水下村で。はい、なるほど。最後まで仲良かったな。ええー、まあそっか。結局、そうやな。で、実習とかを経て、そうそうそう。他の人と仲良くなったり、うん、っていう声が生まれたりとかをしたわけですもんね。そうやな。まあ、席の近くとかね、その。でも最初はそうか。そう思うやな。うん。席の前後で仲良くなって、その子たちが仲いいことをちょっと喋るようになって、みたいな。はい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 。確かにな。そうか。だから逆にほんま、さらちの方がええんやな。そうやね、知り合いがすでにおるっていう方が難しいんやな。知り合いがすでにおるコーラの、うん、わーって、でこっちからは入りにくいの。めっちゃ入りにくい、めっちゃ入りにくい。羨ましいね。でもめっちゃそうやな。すでにな、なんかもう盛り上がってるやん、2、3人とかで、はいはいはい、うんうんうん、ええー、なって思うけど、逆にその頃はその頃でしばらくそこだけやったりもするから、うんうんうん、さらっちの方が最初ちょっとしんどいけど、うん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 、まあ広くは仲良くなれるし、そうやな。確かに逆にその輪を作ってるもの、輪を作ってる人たちはこの外からは来られにくいから、はいはいはい、自分から行って取り入れようとしてくれたらめっちゃ嬉しいな。うん、そうやな。うん、だから昨日の彼氏に会いたいさんは、うん、そのグループができてる方に見られてもまうから、うん、新しい友達欲しいのに。うん、だからそうやな、このこっち側からそうグループじゃない人たちに、うん、アクションかけたら、その結局、その R ちゃんとの閉鎖空間になることはないかもしれないですね。うん、そう。広がって、看護、でも、いや、看護学校っておっしゃってたから、うんうん、いいよな、実習とかグループとかでまた。そうそう、別れることがあるからね。うん、R ちゃんに閉じ込められることはないから。大丈夫やと。ね。うん、そうです、それちょっと頑張ってください、ぜひね。ちょっと話変わるんですけども、はい、6月ぐらいですか、うん、梅雨じゃないですか、うん、梅雨の時期にさ、うん、毎年思うんですけども、うん、そのなんていうの、レイングッズみたいなのがあるでしょ。はいはいはい。ああいうのはどうですか、ますみさんは。ああ、例えばゲットされたりとか、レインブーツ。レインブーツとか、傘とか、そう、レインコートとかもちょっと可愛いの結構あるやん、うん、もはや。雨の日の気分が憂鬱な気分が取り去られるんですか、あれ。取り去られる人もいると聞いてます。だ傘とかが可愛いとか。いや、え、いないんじゃないかな。いるでしょ？いないんですか？いやー、わからんけど。レイングッズ開発部が立ち上がったん違う？今。レイングッズ開発部が。まっていうことで。いや、せやな、レインブーツな。マスミの雨の心を晴らされないですか、うん、ちょっと無理ですか？ちょっと厳しいですね。あ、なるほどね。ああいうの欲しいって思わん？思ったことは一応ないです。一応ってなの？一応今のところ？一応今。あ、でも未来のマスミはわからない。多分、可愛いなと思ったものがないからかな。なるほどね。だから都会に行ったら、うん、もうちょっとこう、あれですか、都会に行ったらというか、おしゃれなやつが売ってるんですかね、うん、そういう。レインブーツとかももう言ったら、ちょっと履きたいなって思うような。だからもう最近なんかは、そのレインブーツに見えへんようなやつが多いです。あるです。普通のブーツっぽいやつとか。はい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 。うん。芸人さんもたまにレインブーツ履いてたりとか。おるおる。ありますよね。いや、だからあれはすごいおしゃれやなと思う。おしゃれやな。なんか雨の日にな、汚れて嫌やわみたいな感じじゃなくて、うん、もうそういうものを履いてきてます、拭いて汚れ取れますっていうの、はい、そうやね。だって安いやつってあんまないから、レインブーツって。あ、そうか。うん、割とちゃんとしたやつ多いやん。そうね。え、じゃあお金余ってないと買わへん。確かに、その最低限のものではないからな、うん、ああ、そうやね。レイング、まあ傘やな。
そうやな、買ったとしたら可愛い傘。傘もな、でも私ほんまに持ちたくないねん、できることやったら。まあみんなそうやと思うねんけど。うん、持ちたない。人より持ちたくないねん。うん、え？みんな持ちたくないねんで。みんな持ちたくないでしょ。私も持ちたくないねん。もっと持ちたくない、ね。え、竹内なんかよりもずっと持ちたくない気持ちが強いってこと？濡れていたい。いやいや、そんなことないやろ。それはちゃうやん。また。いや、濡れていたいってことはないけど。ないけど。ほんまに。ストレスなんや。だから、天気予報は私よく頻繁に見るから、はい、天気予報を見て、例えば家を出る時間が10時やったとします、うん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 、14時に止むってなってたら、うん、今日仕事が終わるのが全然夜やったら、はい、もう持っていきたない。なるほど。今降ってても帰りは持つだけになるから。そう、あ、帰りの時間に降ってたら嫌やなって感じやね。うん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 。でも息はもう雨ざらし。そうやね、帰りに何も降ってないのに、うん、そのものだけを持って帰るっていう、あ、嫌やね、しんどさ、うんうん、それはある。っていうのもあるし、私も結構しんどいんだけども、それ私もっとしんどい。何やねんそれ。っていうのもあるし、うんうん、その帰り、なんやろな、帰りの時間だけ降ってたらっていうよりか、なんていうの、朝、うん、朝が、うん、え、朝降ってて、じゃあ朝降ってなくて、うん、夜だけ降るみたいなのあるやん。あるあるある。それでもちゃんと持ってくる人おるやん。おるおるおる。あれ一回もやったことないな私。ますみちゃんさ、うん、ほんでそれになった時にさ、うん、いやいや天気予報で降るって言ってたもんって言ったらさ、いやそれは知ってんねんって言いたがるよな、うん、それあの知らんくて持ってきてないんじゃなくて知ってんねん、知った上で今降ってないのに持つのはちゃうと思ってんねんっていう思想を持ってるな。そうあれずっとなんかこだわってっけど、そう、天気予報見た上で持ってきてない、うんうん、それは知ってんねんっていうな、うん、夜降るのは知ってんねん、そう、うん、でも今降ってないから持ってきてない、持ってきてない、うん、ねそれ。天気予報見た意味がないのではみたいな顔されてるやん、いつもな。だからもう一日中 100% の日やったら持っていくよ、さすがに。はいはいはい。もうざんざんぶりだと。うん。今も降ってる。はい。で、夜も降ってる。はい。ああ、もうしゃあないなと。それはさすがにな。もう一瞬たりとも傘だけを、この肘にかけて歩くっていう時間がないやん。ない。やったらいい。その時だけやな、持ちたい。はい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 。折りたたみ傘も嫌やね。折りたたみ傘嫌や。折りたたみ傘で雨をしのげたことないやん。しのげたことないし、なんかそのあれさ持ってた方がいいなと思って、うん、カバンに忍ばせた日から雨降らんくなるやん。そうやねん。ほんでもうええや、もうこれずっと入れてても雨降らへんして、出したら次の日に降ったりとかさ。そうやねん。呪いやろあんなもん。そうやねん。性格と合わへんねん。折りたたみ傘入れた途端降らへんねん。せやねん。で、降りた、せやねん。で、言ったように、その、広げたところで、うん、その、全部、雨を防いでくれるわけでもなし、ちょっと風吹いたらすぐ潰れて。反対向いてな。燃えて。で、びしゃびしゃで濡れたまま、ポーチに入れたら生臭いしな。はい、そうそうそう。もう終わり。まあ、その、びしゃびしゃのまま入れてる方が悪いっていう意見は受け付けてへんね。うん、そうやで。今受け付けてへんな。ちゃんと。受け付けてない、もちろん。受け付けてない、受け付けてない。ちゃんと吹いて、乾燥させて入れるのが常識やでっていう常識は覆していこう、覆していきたい。そういう私たち革命家みたいなとこあるんでね、うん、うわそうやねんな、もうあそうやねん、結局手入れいるんかよっていう、うん、その普通の傘やったらだって吊るしときゃとか広げときゃまあいいけど、その折りたたみ傘、あの乾かしてからもう一回畳んで入れるっていう、うん、もう何してんねんこれっていうね、うん、時間が発生するもん。折りたたみ傘とハンドクリーム持ってる女子はやっぱ女子力高いよな。あ、なるほど。あんたでもハンドクリーム持ってる。ハンドクリームは6本ぐらい持ってる。もうそんなにいらんよー。あえ、何ですか、私のそんなにいらんよーの母音だけ言ったで。そうそうそう、追っかけ母音。母音の追っかけ。いや、母音の追っかけは話違うやろ。巨乳ファンやん、そんな。巨乳のファンやん。母音、母音、母音。何してんねん。何してんねん、何してんねん。いや、そうやで。うん。いや、ほんまに、まあ、ハンド、え、ちょっと待って、ハンドクリーム6本？うん。なんでそんなことすんの？いや、いただいたやつとか、うん、自分で買ったやつとか、うん、カバンの中にゴロゴロ入ってる。ちゃちゃゴロゴロ入ってるって、そんな、シチューやないねんから、そんな。ゴロゴロいもの。ゴロゴロいものやないから。え、それさ、なんでさ、うん、その、使い切ってへんのに、もう開けちゃうの？まあ、3本までわかるわ。うん。まあ、ちょっと香りの違い楽しみかな。まあまあ、3本かもね。6本やって。あなたは6本やって。3本を6本って言うことなんかないもの。じゃその、だからもう、ちょっと匂い確かめよう。で開けてるってことやな。まあいただいたやつとかはちょっと一回どんなんかなと思って、うん、に香りを嗅ぎたいからね。はいはい。開けて確かめて、うん、まあ一回カバンのマルチケースに入れて、うん、そう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 。でまあ気分に合って使い分けてるってことか。うん。六本はな。うん、ああなるほどなるほど。その中でやっぱお気に入りとかも出てくるじゃないですか。うん。でまあこれは一回じゃあ家置いとこうかみたいなことにならへんの？
そうやねんな。カバンの中のチェックっていうのはやっぱ年に1回ぐらいしか化石出てくるよ、そんなことしてたら。アンモナイト。いや、アンモナイトは入れた覚えないやろ。入れた覚えないものは入ってないよ。アンモナイト。いやいや、ドリンク中やないじゃん、マスミちゃん。マスミちゃん。はい。アンモナイトってそれ、何の歌ですか？ダンシングオールナイトのことですか？そうやったらいいよね。ちょちょちょ、スタンスおかしいやん。そうやったらいいよね、タクシさんね、やないね、うんうん。なるほどね。そうやな、レイングッズはなぁ。いや、レイングッズはほんまに私もアクセサリー的な、うん、あの、なんていうんですかね、もうファイルに入ってんだよな。そうやね。うん。かなり先の話と言いますか。コートの高いものよ。うん、でも、レインコートってさすがに、可愛いっつったってあれか。あ、なんかアウターみたいな感じ。なんかまあ、防水加工のアウターみたいな。シャカシャカの。でもやっぱ一流芸能人はなんかね、そういうの 見ますけどね。なんか可愛い。可愛いっていうか、はいはいはい、ちょっともう、もはや、シックなデザインとか、もはや。モードな感じでね。一周回ってとか。うん、でそれ一流芸能人はもう雨にかかることないで。一流芸能人は私傘持ってへんのちゃうかなと思う。屋内、屋内で。もうドアトゥードアでね。なるほどね。人が持ってきた傘で、そう。車に乗り込んで、うん、で、人が持ってきた傘で車から降りて、屋内、屋内。うん。なるほどな。と思うね。いや、でもその自然派の女優さんやったら、私、その自然の、私みたいな。え、自然派の女優さんなの。雨の中濡れて歩くのがかっこええっていう。そうそうそう、濡れる方がいい。はいはいはい。あえて傘持ってないっていうね。そうそうそう、天気予報見てるけど、うん、夜降るの分かってるけど傘持ってないっていう、うん、自然派の、うん、まあええか、もうレインコなんか揃えなくても。レイン今世はちょっとレイニーグッズは、レイニーグッズには縁がなかったということで諦めようか。いや、みんながこれええよっていうのはあるんじゃったら教えてほしいですけどね。梅雨にテンション上がるやつな。ああ、教えてください。いや、あげられへんテンション。おやすみ。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん。私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？